知として皆さんね、ご記憶にあると思うんですけれど、明治大学の相撲部から角界入りをして、そして、関脇まで残った方です。あの大卒 の、 あの関脇ということで、出世も早かったですね、角界入り。そしてただ、2009年に引退し、2003年に勝ち上がった。自分たちが悪いというふうに、まあ、反省はしていたんです。